ハインリヒヨハン・ホフマンは、ドイツの画家である、ダルムシュタットで生まれた、両親とも美術愛好家で、父親は、役人、弁護士で、水彩画を描き、母親も結婚前に絵を習っていた。兄のルドルフも画家になり、弟のカール・フォン・ホフマンは後に、ヘッセン大公国の首相を務める人物で、老いに象徴主義の画家となる、ルートビヒ・フォン・ホフマンがいる。 母親から絵を学んだ後、ダルムシュタットの宮廷版画家のエルンストラウフに学び、1842年に、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、テオドール・ヒルデブラントに学んだ。フリードリッヒ・ビルヘルムシャドーのスタジオでも学んだ。オランダ、フランスへも留学し、1846年に、アントウェルペンの美術アカデミーで学んだ。ミュンヘンにも長く滞在し、1848年に、 ダルムシュタットに戻った。家族が有力な政治家になっていたので、有力者の肖像画を描くことになり、政治家のハインリッヒ・フォン・アーゲルンや、科学者のユストス・フォン・ディービッヒの肖像画を描いた。1851年にドレスデンを訪れ、その美術館の作品も学んだ。1854年に母親が亡くなった後、宗教に関する絵を描くようになり、 1854年の秋にイタリアへ旅し、ベネツィアで15世紀の画家、ジョルジョーネやヤーコポ、ベッディーニ、ジョットディ・ボンドーネの作品を研究し、フィレンツェにも滞在した後、1855年にローマに移った。ローマではナザレ派に影響を受けた画家のベータンフォン・コルネリウスに紹介され、コルネリウスの仕事場をしばしば訪れ、ホフマンの作品にコルネリウスは助言を与えた。 1858年にローマで描き上げた作品はダルムシュタットの大公のギャラリーに買い上げられた。その年、ダルムシュタットに戻り、翌年結婚した。ダルムシュタットで肖像画や教会の装飾画を描いた後、1862年にドレスデンに移り、1870年にヨハンカール・ウルリッヒベールの公認として、ドレスデンの美術学校の教授に任じられた。 1872年には、ザクセンを、ヨハンから、厚労省を送られた。1891年に妻が亡くなった後、引退し、1911年に、ドレスデンで死去した。ありがとうございます。